5レースの一次予選です。ブルーランプが一つずつ消えます。10秒を切りました。針が動きます。5秒前、3秒切って2秒、第5レース一次予選スタートしていきました。2番斉藤フロンターが動きました。4番の鈴木健吾が転倒です。赤旗です。審判の放送を待ちます。スタート後落車、危ないシーンでした。審判の放送が入ります。お待ちください。最重班の選手はうまく鈴木健吾選手をしっかりとかわしてというね、危ないところでした。お待ちください。7名はバックストレッチで待機です。走路の点検が行われておりまして、鈴木健吾選手自分で立ち上がりました。スタンドに深々と頭を下げてというところです。他7名は退場門前での待機ということで、この後再発送になると思われます。どうでしょうか。3番車の異常発送のため再発送といたします。3番車の異常発送、そして鈴木健吾選手4番が落車です。そしてこの後再発送ということになれば、4番に関しても放送が入ると思われます。ファンの皆様にはご迷惑をおかけしております。再度の発送までお待ちください。放送は3番車の異常発送、3番車の異常発送、4番が落車、7名の選手は一度ピットに戻ります。放送が入りますのでお待ちください。さあこの後は第5レース3番林選手、8番二村飛龍選手が試運転を行って、その後再発送へということになりそうです。それでは選手が出てきました。3番林選手試運転、8番二村飛龍選手もすぐ後ろに待機、試運転を行います。3番林選手の試運転が終わりました。そしてこの後8番二村飛龍選手試運転です。ファンの皆様にはお待たせしておりましてご迷惑をおかけしております。お待ちください。8番飛龍選手の試運転です。皆様にお知らせいたします。5レースに出走予定の4番車は落車のため出走停止となりました。何卒ご了承ください。ただいま試運転を行いましたが異常ありませんので出走いたします。大変長らくお待たせいたしました。まもなく第5レースの発走開始いたします。お待たせいたしました。1度目のスタートは異常発走は3番です。林選手、4番鈴木健吾選手が落車となりまして出走停止。第5レースは7名7車での競争、林選手二村飛龍選手が試運転を行って異常がありませんでした。7名での競争です。お待たせしております。第5レースメンバーが登場です。4番鈴木健吾が出走停止となりました。ですのでここ10戦の位置は間を空けるのではなく縮まりまして、3番5番と続けてスタート位置につきます。10秒を切りました。針が動きます。5秒を切って3秒前、2秒、第5レース1次予選赤です。赤ランプです。今度は早いスタートがあったのか、
どうもリズムがよくありません。7番車のフライングのため再発送といたします。なんと遠征勢外来注目の一人三浦航平が F フライング再発送です。スタート10秒を切りました。針が動きます。3秒を切ります。2秒5レース1次予選スタートしていきました。2番の斉藤が出ていきます。1番の丸山スタートくれました。5番泉田が強襲して2番手浮上となります。2番の斉藤、5番の泉田です。1番の丸山下がって3番林が3番手、7番の三浦航平が上がってきています。三浦、8番の二村飛龍、レーサー2周目に入っていきます。5番泉田インコース上がってきました。2番斉藤、3番の林です。7番の三浦、8番の二村と続いています。その後ろ6番の永田、1番の丸山、丸山博信最高峰、ここが7番手、レーサー3周目に入っていく。5番泉田の速攻展開、2番斉藤は食らいついています。逆転を狙うのか。3番の林、その後ろ7番の三浦航平です。なかなか2番手3番手車間が縮まりません。ようやくここで前に来たか。3番の林、7番の三浦、8番の二村、レーサー残り半分を切っていきます。5番泉田のレースもリードはほとんどありません。2番斉藤は食らいついています。3番手3番の林攻略できず、7番の三浦、その後ろ二村飛龍、まだまだ5、6番手甘んじている。マクロートス6番の永田、レーサー残り2周を切っていく。最重判で勢は4番手以降で苦戦だ。6番の永田が7番の三浦航平をまくろうとしています。間が空いた、うち潜り込みたい。7番の三浦航平入れない。6番の永田まくりたい、ここもまくれない。青肌目にして最終周回です。永田まくったまくった、3番手に一気に駆け上がる。先頭5番泉田、2番の斉藤が粘るも、6番の永田が加速していく。最後強襲する、2人まとめてまくっていくのか。6番永田に注目だ。最後の直線に入っていく、内をえぐってくる。永田が最後飛び込んできた。トップチェッカーか、見事なインコース、ファイトむき出しにしました。永田狙いすました、インザシが決まります。5番泉田選手は2番斉藤選手を少し警戒しましたか。2連単は6番5番で5150円、2連複5と6で1900円、3連単6番5番2番で21160円、3連複2と5と6、3020円でした。